これはすごいあれですね、思い出深いギターですね。なるほど。まあプロビデンスとして、まあプロビデンスとしてかパシフィックスとしてね、本さんに渡した第1号機のギターなんで。なるほど。これはなかなかね、レアですね。レアですね。もうこれはなかなか同じものを作ることは難しい難しい感じのものですね。なるほど。まあちょっとピッチが音程があまり良くないので、オクターブの調整をちょっとやりましょうかっていう。あのコンさんの好みは弦高ちょっと高いの、これだともうちょっとベタベタなんで、少し高くします。それで最終にオクターブの調整をするっていうことで、まあこんなもんでいい。ちょっと高めな感じで、まあですね、いつもの。そうです、指が、そうです、チョッキングした時に、そうです、入るように潜り込むように、そうです、そうです、そうです。両方を出さないといけない。結構なかなか作業はね、面倒くさいですね。そうですね。まあ、1、2、3は結構いいんだけどもね、4、5、6は結構あいつらいいんですね。いいと思います。